では次に天使の歌という歌です。これは私の一番下の妹が生まれた時の歌で、家の中がドロドロしていたんですけど、その一番下の妹が生まれてきてくれたことで、赤ちゃんが生まれてきたらみんなやっぱ嬉しくて、心が一人一人の心があったかくなっていったっていう歌です。天使の歌。それは神様がくださったかけがえのない命、
日々はすべては駅にという歌です。これは、4年ぐらいなんかノイローゼ気味になってちょっとブラック企業でお仕事をしてたり家でいろいろあってすごいノイローゼ気味になって天地療養をしてた時に4年ぐらいカウンセリングを通ってたんですね。だけど聖書の中にある神様がどんなことでも全部こう神様が働いて全部良いことに変えてくださるよっていう言葉があって、でそれをちょっと会いに行った友達がそれを本当に実際に生きているところを見てなんか急に元気になってカウンセリングも終わっていいよって言われてっていうきっかけになった時にできた歌です。すべては駅に、すべて駅とされるという意味の歌です。すべては駅に変えられます。心配はやめて委ねてみようか。すべては駅に変えられます。次はあと何日ありがとうございます。あと何日という歌です。これはその4年間のノイローゼみたいになってる時の間に、まあ、たくさん曲ができるようになったんですけど、その時にちょっと苦しい時に作った歌です。暗いけどなんか好き歌です。あと何日thank you.
ったなって思って泣きそうになっちゃった。ちょうど土田さんと会ったね、頃だったんで。もうなんか、もう、辛かった。次は、今私にできることっていう歌です。これちょうど、なんだっけ、2.1 日の時にできた歌です。3.1 日か。すいません。2.1 日はいいか。今のやつ。今のやつ。なんだっけ、Thank you.
急遽あのコリアンダーってコードつけた。私の実家でおじいちゃんとかおばあちゃんいたんですけど、いつもピアノでこう賛美こういうのを歌ってる時に全くおじいちゃんとおばあちゃんに、まあ、聞くことはなかったんですけど、この歌を台所で歌ってる時に認知症になったおばあちゃんがとことこ歩いてきて私の目の前に座って初めてじっくり聴いてくれたんですね。でその時に歌い終わってからこの歌の説明をして歌ってからその続きあ、はい、この歌の話をしたんですけども、この歌を先に歌います。ただ一つのこと、私は願う、あなたの味噌で永遠に生きること、ただ一つの神様は、この世界を作ってくださった神様はおばあちゃんのこと、みんな一人の一人のこと、私のことを作ってくださって、愛を持って神様の手で一人一人作ってくださって、すっごく大切に思ってて、一緒に永遠にずっと一緒に生きてきたくて作ってくれたんだよっていう話をしたんです。だけど神様はすごい清い綺麗な方だから、私たちが持ってる嘘ついちゃう心とか、したくないけど人に意地悪しちゃう心とか、そういうのがあるから、神様にこう、神様がすごい綺麗な方だから、そういう心があると近寄ることができないんだよって。だけど神様はそれでも一緒に私たちとずっと一緒にいたいから、代わりに本当はその汚い心がある罰を受けなきゃいけないんだけど、代わりに神様は自分のたった一人の子供のイエス様を十字架にかかることによって私たちの代わりに罪を負って、で私たちが天国に行けるようにもうすでにしてくれたんだよってお話ししました。そしたらおばあちゃんがずっとこう聖書のねことをね歌ってる私たちに、こう神様のことをこういつも否定して怒ってたおばあちゃんがこう涙を流して、そんなこと今まで誰も教えてくれなかったって言って、
そう、それで、そう、誰も教えてくれなかったって言って、もう俺はこのこと信じるって言って、それからもうおばあちゃんなんだ認知症でいつも何が何だか分かんねえって言ってたんですけど、私おばあちゃんに紙に神様は素晴らしいって書いてあげて、その時からそれ以外のこと教えてないんだけど、いやこんなこと神様が素晴らしいってことは誰に言われなくても俺は知ってるって言って、いつもすごくこう嬉しそうに過ごすようになって、自分から聖書読んだり賛美歌を歌ったり、こうなんだろう、もう天国には行ってるんだけど、もう本当に最後すごくこう安心して、で天国行く時ももうすごい安心して、こうみんなで賛美歌を歌って天国に行って、私初めての体験だったんですけど、あ、神様信じて神様のとこに行くってなった人が亡くなった時ってすごいそばにいる感じがすごいしてて、お母さんとかおじいちゃんとか妹と一緒に、なんかさ、おばあちゃんいるよねここにみたいな、そんな話を、なんかそんな体験をした、あの体験につながった歌でした。ありがとうございます。とそばにいてねという歌です。主よ私の小さ
ました。歌ってると自分で催眠術に。やばい。そしてさらに眠たくなるのを歌おうとしてる。豊かな感性という歌で、どこ行っちゃったか。あ、眠くて説明ができない。今テレビとかでもいろいろ多分聞くようになってきてると思うんですけど、 HSP っていうハイリーセンシティブパーソン、あのすごく敏感な繊細さん、敏感な性質の人が10人に2人か3人いるんですって。で、人だけじゃなくて生物でもそうで、髪の色とか目の色とか背の高さみたいに生まれ持った性質、気質で、とても繊細で敏感で疲れやすくて、頭の中で他の人が考える以上のことを、一個のことを思いついたらこれに関係するいろんな情報を頭の中でも思い出していろいろ考えてこう処理するからすごい疲れちゃうみたいな。で、その HSP っていうのがあんまり知られてなかった時に、私すっごい人が大好きなんだけどさっきもねそういう話したんだけど、すごい好きで人が大好きなんだけど、人が大好きで人がいるとこ行くんだけどめっちゃ傷ついて帰ってくるっていうのを繰り返していて、で、ある時 HSP のこう敏感すぎる自分を好きになる本っていう本が本屋さんにあって、読んだらもう私のことが書いてあるとこ。もう即買いしてもう全部すぐ読ん でネットで HSP って検索して、で、だからそれまではこう傷すぐに傷ついてしまう自分にすごくこうなんていうの、もうマイナスなイメージっていうか、マイナスななんかすごい嫌だったんですけど、その本を読んでたらHSP の人はすごい傷つきやすいんだけど、その分こう幸せ、嬉しいこととか美味しいこととか楽しいこととか、天気が良くて、なんだろう、もう天気がいいだけでハッピーみたいな、なんていうんだろう、もうちょっとしたことですごい幸せも感じられるし、その繊細さがあるから音楽も作れるんだよ、芸術とかアーティストとかはみんなそうなんだよっていうのが書いてあって、あ、そっか、これはあの嫌なことだけじゃなくてたくさんいいことがあるんだなって、いいものをたくさん持ってるし与えられてるんだなって知った時にできた曲で、豊かな感性をという歌です。豊かな感性よ、豊かな涙を、豊かな心、うつろく想いをありがとう、暗闇の中
前に住み込みで働いた時の先輩が何か私も学校行けない時期が長くあったんですけど、その先輩も長くあって、私はいじめられてだったんですけど、その先輩は何か頭が良すぎて学校行くともう全部分かっちゃうみたいな感じで行かなくなったらしくて。なんか話聞いてたら、ああ相当辛かっただろうなって、頭いい人って辛いだろうなって思ってできた曲です私の大事なThank you.
校行けないで、なんだろう、例えばみんなが学校行けるけど自分は行けないとか、同じようにいろんなことがあるじゃないですか。でもたとえこの日本のこの学校の中になれなくても、日本の違うところで生きる場所があるかもしれない、生きる理由があるかもしれない。で、たとえ日本になかったとしても、たくさんの広い世界のいろんな国の中に自分のいる場所があるかもしれない、自分のいる生きる理由があるかもしれない。神様はどこにそれを置いてくれてるかわからないから、ぜひ見つけてねっていうことで、ありがとうございます。けいちゃん、英語の歌だったらどれがいい？あ、本当一個だけ英語の歌。そうなんだ。Don't give up, never give up っていう歌があって、まあ諦めないでっていう歌。あの、シェアハウスに住んでる時に隣に住んでた人が、まあ結婚して子供がいたんだけど、まあうまくいかなくて別々に住んでもう何年も経って、だけどすごく子供のことをこう思って諦めきれない、もう見ていてこう見てて辛くて、諦めないでねっていう歌を作って、1年後に一緒に住み始めました。Yeah.
で歌詞読みますね。あなたは求め続けること、叩き続けること、探し続けること、私に言われた Don't give up、 諦めないで、諦めないで、一つ一つあなたのために、あなたの人生の中に受け取る喜びが満ち溢れているから、あなたの人生を生きるんだよ、絶対に諦めないで、大切な人を愛することを、あなた自身の家族を愛することを、お互いに知り合って、理解し合って、使い合って、そして愛し合う、一緒にね。なぜなら、私はあなたの心に愛するために必要なものを与えているから、だから諦めないでね。絶対に諦めないで。愛するチャレンジを、あなたの人生の中で愛するチャレンジをしてみよう。この命の中で。なぜなら、私があなたと共にいるから。これは何て言うんだろう、例えば辛い家に家庭に育ったら、そこを諦めないでじゃなくて、新しく自分の家族を作ることだったり、新しく自分がこう自分を大切にできる場所を作ることだったり、それを諦めないでっていう意味で作ってます。どうしよう、じゃああと1曲、うん、どっちにしようかな。あなたの計画がなっていく、最後にではあなたの計画がという歌、とこれは何人かの友達と久しぶりに話したときに、昔こうだったよね、でも今こうだねっていう話をしてて、昔その2人は昔こういうことを望んでなかったんだけど、例えば子供が好きじゃなくて子供いらないって言ってた友達が、今は7人のお母さんになって幸せって言ってたり、だからこう自分はその時願ってなかったことなんだけど、なんだろう、そうじゃないことが起きて、なんかまさか自分がそれで幸せになるって思ってなかったことで幸せになってたっていう話をなんか聞いて、だから本当に自分の思いだけじゃなくて、自分の考えだけじゃなくて、神様の計画がなってって、それを本当に私たちにいいもの、頭ではこう考えつかないようないいものが与えてくださるんだなっていうことを思った時にできた曲です。あなたの計画が、
しい。